まだ心は眠ったまま。いいわ、目が覚めるまでの間少しだけ。届かなくてもいい、私の願いを。今日が不幸なのだとしても、明日が不幸なのだとしても、昨日も不幸だったのだとしても、流した涙の分だけ、いえ、涙を流したからこそ、きっとその先の未来には笑顔がある。優しい世界の法則なんてどこにもないから。世界は空虚で、世の中は理不尽で、でも、だけど、だからこそ、意志を持つあなたが涙に意味を与えなければ、味わった悲しみや苦痛に意味を与えてあげなければ、不公平だから、報われないから。何よりも、流した涙を糧として笑う、あなたの未来は、きっと素敵だと思うから。涙に意味を、与えてあげて。おはよう。で、いいのかな。あまり無理しないで。自意識をつなぎ止めることに集中して。誰？それは私のこと。それとも、あなた自身のこと。私自身？思い出せないなら。取り戻して。苦しみたくない、これ以上。私のお姉ちゃんを。ああ、また残してる。なんで自分じゃ料理しないくせにハンバーグの椎茸には気づくのかな。細かく刻んで絶対わからないようにしたのに。こんなのサンバーグで、ハンバーグ丸ごと残してポテトだけ食べるの、ほんとお姉ちゃんくらいだからね。お姉ちゃん、飛ぶとね、道路がね、すごいスピードでね、迫ってきてね、気がついたら。気がついたら？ああ、
来たか。なんだ、職員室に呼ばれたから緊張してるのか、それとも久しぶりに登校したせいか。ご両親のことがあって辛いのはわかるが、もう少し学校に顔を出したらどうだ。高校1年で留年なんてお前だって嫌だろう。なあ、聞いてるの？アタダン、私のこと。死にたい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 。終わらせても終わらせても終わりが見えない。幸せ。ねえ、どういうこと？あいつ言ってた。こうなったのは全部あんたが理由だって。なんで、なんで私がこんな目に遭わないといけないの？あんたのせいなんでしょ？助けてよ、レイ！私は、私の名前は、レイ。畑田レイ。そう、あなたは畑田レイ。あなたは誰なんですか？待って、まだ聞きたいことが。ここ一体どこなんですか？自分の部屋にいただけなのに、なんで私こんな。信じられない。無責任です。おはよう。カーテンを開けてもらえますかね？いつもありがとう。景色が見えないと心まで沈んでしまうからね。来てくれたのかい？男の子は成長が早いからね、この年になると。あれ、どうしてだろう、こんなにも血が出てるのに。見たくない。でもちょっとだけ寒いかな。許せない、許さない。なんで俺だけ、なんで。あれ、俺なんで怒ってんだ。もう十分すぎるくらい生きたから、残りの人生はお前が自分自身のために使いなさい。あなた、ず、頼っても無駄ですよ。何が起こっているのか、わけがわからないんですから。頼りたいのは私の方です。これは夢？私、自慢ではないですが、体力ないので、歩くのも疲れました。歩けって言うんですか？あなたはどうして私に絡むの？ちゃん。え？お姉ちゃん。嘘。どうして？お姉ちゃん。未来？あなた、未来なの？私は未来。畑田未来。
未来、どうしてあなたまでこんなところに。わかんない。家にいたはずなんだけど、暗いし誰もいないし、わけわかんないし、スマホないし、本当に心細かったんだよ。そんな時お姉ちゃんがいるような気がして。やっぱりお姉ちゃんだった。大正解だね。一人ぼっちは怖いもん。もう大丈夫。お姉ちゃんが一緒にいるから。ここが何なのかわからないけど。うん。どうしたの？お姉ちゃん、お願いがあるんだけど。小さい頃、私が怖い夢を見て泣いてた時、優しく手を握ってくれたよね。あの時みたいにギュッてして。ありがとう、お姉ちゃん。嫌い嫌い大嫌い。こんな家なんて言っていいのか。出来の悪い夢みたい。俺は蝶々が喋るなんて、あの、大丈夫ですか？意思の疎通は少し難しいみたいですね。いいから早く進もう。本当にここって何なんだろう。夢じゃないよ。だってお姉ちゃんの手すっごくあったかかったもん。未来はここに来る前のこと、家で料理してたことかな。スマホでレシピ調べながら。あんた、偏食な姉を持つと苦労するよ。主食が芋ってどうなの？そこまで変じゃないと思うけど。で、ご飯ができたから部屋で引きこもってるポテトイーターレイちゃんを呼ぼうとしたら。おかしな呼び名つけないで。あと私は別に引きこもりでは。気がついたらここにいたの。何があったのかは。私もそう。自分の部屋にいたことしか覚えてなくて。あと私は部屋の内装が気に入っているから比較的室内にいることを好むというだけで。それを引きこもりって言うんだよ、お姉ちゃん。ええ。お姉ちゃん、もし何かあってもその時は私の手を掴んで離さないでね。未来もしっかり握って。うん。未来手を掴んで
束したのに、私って何？あれ、わからない。真っ白で自意識をつなぎ止めて、私魂の隅々から自分が自分である証をかき集めて、私はそうだ、妹を見つけに行かないと。そう、確固たる自意識があれば、理念が活性化していれば。汝の名は何を望む？私はレイ、ハタダレイ。主ハタダレイ。我は守護者ヘラクレイトス。この力の一辺、祝福として受け取るがいい。知れない怪物がいる場所に未来を一人置いておけない。メフィスちゃん、僕いいもの拾っちゃった。褒めて褒めて褒めて。相も変わらず落ち着きがないの、フェレス。おつむのネジでも見つかったか？バカだな、メフィスちゃんは。頭にネジなんてついてるわけないよ。お主はいつも幸せそうじゃな。それで新鮮なイデアの結晶だよ。ああ、こんな変国の上層で結晶化するほどのイデアが見つかるとは。面白いって言えば、さっき感じた気配。そうじゃな。
天国でも悪名高い勇気の姫がこんな場所で何をしておるのか。僕たちも行こうよ。キラッキラの宝物。このイデアを生み落とした人間も見つけ出さねばならんの。でもでも、新しいおもちゃが手に入るかもしれないよ。僕は好きで好きで好きすぎて、もう。はしたないの。わしも嫌いではないがな。大切なイデアを一かけらとはいえ失ったんじゃ。さあ。ごめんなさい。そんなだけどもっと私嫌だ。どうして嫌だ嫌だ。もっと助けたい。私の部屋、夢、違う。この世界へ来る直前の記憶。お姉ちゃん、ご飯持ってきたよ。新作大成功だから、冷める前に食べないと一生後悔するよ。え、何？未来？どこ？あら？余分なものまでついてきたのね。え？いいわ、別に。何が？そうだ。この女性と出会ってすぐ意識が薄れて。思い出した。黒いドレスのお姫様みたいな格好の女の人、許せない。取り戻す。行きます。えいや。ふっはっせっきゃ。恨んで。また会ったわね。邪魔しないでもらっていいかしら。
してこんなことするんですか？私？ここでの名前はアナムネシスよ。アナムネシスさん、私と未来を元の場所に返してください。お願いします。せめて未来だけでも。お姉ちゃん。そうね、いいわよ。本当ですか？家に返してくれるんですか？何言ってるの？嘘に決まってるじゃん。未来。お姉ちゃん。あら、まだ喋れるの？お姉ちゃん、お姉ちゃん。逃げて、お願いだから。いや、なんで。大好きだよ姉ちゃん。大好きですって。よかったわね。離れて。未来のそばから。絶対に許さない。絶対に。何があっても。ああ、あら、祝福だけじゃなくて守護者も扱えるのね。制御はできていないみたいだけど、少しは楽しませてね。喜劇の開演としましょう。私も少しは本気にならないとダメかしら。あら、この気配、これは予定外ね。いいわ、また会いましょう。逃がさない。未来にひどいことしておいて。もう少し冷静になったら。黙って、お姉ちゃんって呼ぶな。許さない。お姉ちゃん、もう大丈夫だから。許さない、許さない。二人で帰る方法を探そう。お姉ちゃん、なんだかおかしいよ。そうだ、また手をつないでほしいな。お姉ちゃんって呼ぶな。あれ、お姉ちゃん、どうして。未来、私今アナムネシスを。違う、私そんな、私違う、そんなことするわけない。だって大好きって言ってくれた妹、私が。嫌だ、もうわからない。私は誰？まさかまさかだね。かの勇気の姫が退けられるとは思う。姫様負けちゃった。負け。もっとも彼女も本気ではなかったようじゃがな。
はい。壊れちゃってるんじゃないの？何を言うておる。真っ当な魂に蘇りが果たせるわけなかろう。僕は楽しませてくれるなら何でもいいけど。見て、すっごい綺麗、キラキラ。確かにそうじゃ。これだけ純度が高いイデアを内包している魂は、エイちゃんか。エイちゃん、僕たちがレイちゃんのこと守ってあげないと。守護者からの祝福を得ているのであれば、代行者足りうる資格はあるの。しかし、肝心の守護者にはいびつな印象を受けるの。早く行こう、メフィスちゃん。レイちゃんの魂が消えちゃう。さて、どれほどのイデアが集まる器かの。真っ暗闇の中、落ちていく感覚がする。でも、もういいです。だってこれは全部。さぞ無念であろうな。まただ。また私の夢に、おかしな格好の女の子。何言ってるの、レイちゃん。そんなわけないじゃないですか。これは夢です。ただの夢です。夢じゃないなら、この手に残ってる嫌な感触は何だって言うんですか。お主が妹を殺めた時の感触じゃな。ブスブスブスって。違います。あんな怪物が出てくるような世界が。怪物か。勇者や勇気のことかの。お主が目を背けようとも、この世界こそある意味では現実と言っていいんじゃがな。勇者、勇気、何を言ってるんですか。ここはお主が言う現実と重なり合う形で存在する、形のない概念的な異世界じゃ。勇者とはお主が怪物といった者たちの総称じゃ。そ、レイちゃんはアナムネシスっていう怖い勇気にこの世界へ引きずり込まれたんだよ。そうなんですか。わかりました。電波の話も、あいつの名前も、聞きたくないんです。もう、話しかけないで。妹が生き返る可能性があると知ってもか？え？お主が殺した未来の魂は、今もこの世界をさまよい、奥深くへと沈んでいっておる。この世界の一番奥には、大きい歯車があるよ。未来ちゃんの魂は、そこで綺麗さっぱり消滅。じゃが、お主がわしらと契約し、妹の魂を見つけ出せれば。蘇り？契約って？蘇りを果たしたければ、妹の魂を見つけ出した上で。このイデアを、そうじゃな。ここにあるものを含めて。イデア？その光の結晶を7つ集めれば。そうじゃ。じゃがこれはただの石ではない。イデアを集めるには、お主のすべてを捧げる覚悟が必要じゃ。すべて。でもでも、蘇りを叶えてあげる権利は、そもそも僕らとの契約が前提だけどね。
契約。お主には我らの代行者になってもらう。代行者になって僕たちの言う通りに働けばいいの。代行者であるための試練として死ぬまである仕事をしてもらうがな。では選んでもらおうかの。わしと僕と契約する？そんなの選択の余地がないじゃないですか。それがどんなに理不尽なものだとしても契約します。だから未来を、妹を助けて。契約成立。手首に何か。契約が成立した証の紋章じゃ。あ、それも一生消えないから。そんな勝手に。そろそろお家に帰らないとね。待ってください。未来はどうすれば。心配は無用じゃ。代行者はこの世界とお主の言う現実世界を自由に行き来することができるゆえ。すぐに連絡するよ。連絡ってどうやってですか。わしはメフィス。僕はフェレス。この辺国を管理している悪魔だよ。全部夢だったらよかったのに。契約の紋章なんて勝手すぎます。うん。なにセレマ、普段から学校行かないくせにって言いたいの？うん。未来みたいなこと言わないで。未来本当はいるんでしょ。お姉ちゃんお腹空いたよ。未来の作るご飯食べたいよ。もう好き嫌いしないから。そうだ、新しいゲームダウンロードしたの。未来が好きそうなの。お願いだから返事してよ。どうして私の連絡先を。そんなのどうでもいいよね。
教えてください。今すぐ。僕のこと好き？ねえ。ええ、好きですから教えてください。嬉しいな。未来ちゃんの肉体なんだけど、僕とメフィスが保管してるから。どういうことですか？蘇りに成功したら戻してあげる。あとね、その間ハタダ未来は存在しないことになってるから。存在しないって？わからないなら未来ちゃんの知り合いに電話してみたら？あの私ハタダ未来の姉で。知らない。そんなわけ。あ、いえ。あの妹の未来の通話履歴を見てかけてるんですけど。あ、いえ、間違えました。須田下学園の中等部でしょうか。1年3組の畑田未来のことで。そうですか。お手数をおかけしました。誰も未来のことを覚えてなかった。ワン。そっか。鏡は扉、紋章は鍵じゃ。何ですかそれ。鏡の前に立てばわかるじゃろう。契約の代償である試練がどういうものかもの。切れちゃった。手首が熱い。何これ。イメージや言葉が頭に入り込んでくる。紋章は鍵、メフィスの言葉、今なら理解できる。第一章、契約の代償。たまにはちょっと大胆なものも。少し振り返ってみましょうか。音楽は心。セレマはいつもにっこりだね。休養も必要なことですから。たとえどんな試練だとしても、命を懸けて。改めて見ても異様な世界ですね。レイちゃん。違います、妹のためです。どうでもよい。契約に基づきわしらのために働いてくれるならな。
自宅の警備員から変国の警備員に転職？いい加減教えてください。私は何をすればいいんですか？さて、覚悟はできておるのかの？未来のためなら何だってします。何だって？お主にやってもらうことは二つじゃ。イデアと呼ばれる結晶を七つ集めることじゃね。その方法はおのずとわかる。イデアはすべて、これも含め、お主に一旦預けておこう。もう一つのお仕事はね、代行者であるための試練。掃除ってどういうことですか？レイちゃんの言う怪物、勇者や勇気の胎児だよ。大きいのから小さいのまで全部レイちゃんの剣でぐっちゃぐちゃに潰せばいいの。勇者や勇気どもはこの世界の秩序を狂わせるからの。サービスとして未来ちゃんの魂が漂っていくはずの場所を選んであげるから。わかりました。どのみち私は拒否なんてできないんです。もう一度、未来の手をつかむためなら。ふむ、祝福の力は使いこなせておるようじゃな。大丈夫だよ、レイちゃん。しばらくは僕たちが手取り足取り教えてあげるからね。はじめまして、理念強き人の子よ。え、蝶から人の姿が浮かんで見える。相手が強い意志を持つ存在の場合、本来の姿が見えることもあるんだよ。本来の姿？まあまあ、自己紹介の続きとしようよ。必要なものがあれば集めたスピリットと引き換えに交換するよ。ご入り用は何？またのご利用をお待ち。ご入り用、またのご利用。ごめんなさい。
恨むなら恨んで。
頑張ります。それよりも教えてください。あの勇者や勇気は何なんですか？私は何と。何でもない。お主の言う通り、ただの怪物じゃ。
はっせっきゃえっやったせい目障りですふっこれで最後ですか気をつけた方がいいよ。頭に輪っかがあるでしょ。勇者といい、勇気といい、その方が面白いこともあってな。お主は気にせず。やった！せい、くらえ！引っ込んで！
なの？何ですか？勇者の苦しくて、悲しくて、後悔してた。そう。怪物なんかじゃない。一人の人間だった。お主を代行者にして正解だったということじゃな。怪物だって言いましたよね。何でもない。何を気にしておる。怪物が人間であったことがそんなにもショックか。声が聞こえたんです。私の中に入って。倒したとき魂のかけらに触れたのじゃな。気に病むことはない。元人間じゃ。奴らはすでに死んでおる。え？この世界には我らがつけた変獄という名があってな。集めた魂をね、再生の歯車って機構を使ってね、人格や記憶や詰まるところ、ここはいわゆる死後の世界なのじゃ。ここ死後の世界だけど、私人間をずっとこの手で、死者の感情が今もまだ出ていってくれない。残ってるならばもっと泣けばよい。涙と一緒に押し流せば。天国では自意識のある存在が劇場を伴って流した体液がイデアという特別な力を持つ結晶となることがあるのじゃ。私に泣き続けろと？こんな苦しくて嫌なこと。妹を蘇りさせたければな。レイちゃんならきっと大丈夫だよ。もっともっと勇者も勇気も倒そうよ。そしていっぱいいっぱいいっぱい苦しんで。まあよい。今日のところはな、望む望まないは関係ない。試練は果たしてもらう。悪魔との契約だもんね。セレマ、慰めてくれるの？新たな試練を追加しておいたぞ。私にはないです。そう邪険にするの。変獄は精神的な世界じゃ。大お主の思想が変獄の武器や防具となるじゃろう。抱えた悲しみも葛藤も乗り越え、精神的に成長せよ。
まにはちょっと大胆なものも。少し整理しましょう。受け止めた気持ち、すべて糧にしてみせる。心も頭も整理しましょう。前に。たとえ少し整理しましょう。たとえどんな試練だとしても、今行くね。本当に必要なことなんですか？それって死んだ人の魂を破壊すること？奴らは蝶の姿をした真っ当な魂とは異なって、煉獄のルールに逆らい、自我や記憶の消去を拒む。天草へ真っ当な魂を襲い、煉獄を乱すイレギュラーゆえ、そもそもそれが蘇りの契約だったはずじゃ。道義があろうとなかろうと、お主には関係なかろう。未来を生き返らせることが本当にできるんですか？ああ、できるとも。未来に限らぬ。わかりました。その言葉、今は信じます。レイちゃんが信じるって？僕たちのこと、姉ちゃんが。今信じられなくなりました。こやつのことは気にするな。悪魔と呼ばれてはいるが、契約は契約じゃ。そう願ってます。前へ。そういえば、スピリット魂のかけらなんか集めて。さあ、君が気にすることじゃないし、君の物語には永遠に関係のないことだよ。迷惑はかけないよ。自称悪魔、私はただのしがない行商人でしかない。ご入り用は何？またのご利用。恨むなら。
誰かの感情が。いや、死にたくない。私は暗い、痛い。見失うな。思い出せ、何時のことを。声、内から響くような。思い出せって。俺は、私は、畑田レイ。未来を、妹、あの子を取り戻すんだ。そのために、私はここにいる。斧が理念を取り戻したようだな、レイよ。さて。助力。誰かはわかりませんが、未来を取り戻すための力なら、いくらあっても足りない。ならば、畑田レイ。我が主、この剣を手にするがよい。あなたは知ってます。我は汝の守護者ヘラクレイです。守護者だったらどうして。我は主の心を映し出す。私が望んだって言うんですか。そうだが、動揺し乱れた心で覗き込んだ鏡が映すのは、それもまた同様。私が普通じゃなかったから、制御できなかったってことですか。さよう。だったらヘラクレイトス、今度は未来のために力を貸してください。それはできない。我は汝の守護者である。汝以外を守護することは不可能である。ああ、もう分かったから。なんで融通聞かないんだろう。我の思考思想を否定すること、我の主たる自身を否定することに他ならない。とりあえず黙っててください。心得た。
ったせいくらえ、やったせいくらえ、ふっはっ、やった！ふっ、はっ、せっ、やっ！目障りです！ふっ、はっ、せっ、やっ！たまり！ふっ、はっ、せっ、やっ！えい、やった！せいくらえ！ふっ、はっ、せっ、いい加減！あなたで最後ですね。主よ、油断するな。どういうこと？助けて。嘘、なんで喋って。死ぬほど苦しんだ後にまだ、いや、主、我に命令を。ごめんなさい、ごめんなさい、私そんなつもりじゃ。詫びるならその魂をよこせ。主、いてまえ、ディオゲネス。ん？なんや、手応えないな。守護者がおるってことは、あんたも代行者なんやろ？あの、ありがとうございます。ちょっと待ち、なんや、可愛い女の子やん。え？ごめん、さっきのは言い過ぎた。可愛いは正義や。それ、ちょ、抱きつかないでください。苦しいです。なあ、ごめんな、あまりにもうちのタイプやったから。ヘラクレイトス、切って。待て、ちゃうから。自己紹介させて。うちの名前は不動寺心、人によってはアウトな21歳や。はぁ、あ
畑田レイです。15歳です。レイちゃんか、よろしくな。不動寺さん、先ほどは助けてくださってありがとうございます。心でええよ。それか心お姉ちゃん。では心さんで。あの、心さんも代行者なんですか？そうや、ここの管理者のメフィスとフェレスっていう不気味な双子と契約してるんや。なら心さんは私の先輩になりますね。多分おらんのちゃうかな。代行者になって数ヶ月は経つけど、こうして同業者に会ったんは初めてやし。そうなんですね。あと、そばにいるのは？もちろん、守護者ディオゲネス。さて、名残惜しいけど、そろそろ行かんとあかんのよ。そや、ちょっと尋ねたいんやけど、アナムネシスって名前に聞き覚えあったりせえへん？知ってます。襲われましたから。どこで？この近くか？あいつこんな上層におるんか？上層かどうかは分かりませんが、ここと似た場所でした。ありがとうな。ちょっと探しに行ってくるわ。あのアナムネシスを見つけてどうするんですか？ん？まああれや、復讐。個人情報の守秘義務とかどうなってるんですか？と言いますか、何の要件ですか？大したことやないけど、アナムネシスの情報をもらったお礼しよう思って、先輩代行者として心姉さんからのアドバイスや。勇気倒すのに躊躇してたみたいやけど、そんなんやったらレイちゃんいつか死ぬよ。言われなくても理解してます。勇気はな、こっちの弱い部分につけ込んでくるんや。そうすればレイちゃんが動揺するって本能で気づいたからや。騙したってことですか？そのくらい狡猾なやつもおるんや。自分を見失ったらあかんよ。勇気に魂を吸われるから。あいつらのほとんどは聖者や死者の魂を集めてるんや。勇気の目的？レイちゃんも代行者になったのは理由があるんやろ？だったら頑張りや。ええ、言われるまでもありません。それにしても大丈夫だから、ありがとう。受け止めた気持ち、すべて糧にしてみせる。心も頭も整理しましょう。強くなれるなら、
心も頭も整理しましょう。この思い、より強く。心も頭も整理しましょう。この思い、より強く。少し整理しましょう。束ねて前に。本は心を解きほぐしてくれます。私頑張るから。おやすみなさい。忘れません。それがせめてもの。どんなことがあったかな。前に進むんだ。私が頑張らないと。待ち遠しかったよ、レイちゃん。どうして私への好意って全部歪んでるんですか。安心せよ。そもそもわしはお主のことなど滋賀にもかけておらんからな。あの、勇気って何を目的としているんですか。なんじゃ、やぶから棒に。勇気が聖者や死者の魂を集めていると聞きました。ココロちゃんが言ったのかな。それはね、勇気は魂をたくさん吸い込むと蘇りできるからだよ。蘇り。勇気も。そのためには膨大な数の魂を吸魂せねばならんがな。吸収した他者の魂に負けない自意識と、他者の魂を犠牲にすることを厭わないエゴを貫く精鋭の渇望、その全てが必要じゃ。ほとんどの勇気は互いに争う中で自意識を失い、僕たち管理者やその代行者に駆られるんだよ。天国はあくまで魂のクリーニングと輪廻転生を行う機構じゃ。それゆえ、よみがえりに成功した勇気は天国の歴史上ほとんどおらん。だからあなたたちと契約した私の試練が勇気を倒すことなんですね。納得したなら。お掃除頑張れ頑張れ。前へ。ご入り用は何？またのぼり。ごめんなさい。
やった！せい、くらえ！
えい、やった、せいくらえ。戦いも慣れてきたようじゃな。何のようです？レイちゃん怖い。疲れてるんです。用がないなら先へ進むので消えてください。いい心がけじゃ。じゃが気をつけた方が良いの。このずっと先に一筋縄ではいかん相手じゃ。えい、やった、せいくらえ。えい、やった、せいくらえ。貫け。ふっ、はっ、せい、やっ、目障りです。やった、せいくらえ。羽根よ。
我が主よ、この先に異質な勇気の気配を感じる。その勇気、強いんですか？さよう。だが、万全であるならば恐れることはない。行きましょう、ヘラクレイトス。我、主の意のままに。さて、ノフェレス。しかし、あれはやはり奇怪な守護者のようじゃな。他の守護者とは異なる不可思議な理念を感じるの。そう？壊れてるんじゃない？ふむ。
前へ。ご入り用は。毎度。またのご利用を。あの時の。未来の手をつかめなかったのも、約束を守れなかったのも、全部あなたのせい。遊ぼう遊ぼう遊ぼうよ。もう逃げない。一緒嬉しい。上出来じゃな。さ、だった。まだ、子供、だった。ん？確かに、子供の魂だね。小さな子供だったんです！
ただ友達が欲しくて泣いていただけなんです。だからこの子の魂を狩るなんてできない。あれ、早く仕留めるんじゃ。このままだと逃げちゃうよ。もし逃がしたらダメ、できないよ。ありがとう。なぜ逃がした？子供であろうと勇気は勇気。蘇りのため場合によっては聖者すらも襲う怪物じゃ。子供はかわいそうだから狩れないというなら、なぜ大人は狩ることができる？生殺与奪をお主が選ぶことはただのエゴであろう。同じエゴを通すなら妹のためであるべきではないのか。未来、真面目そうなレイちゃんが僕たちとの契約を無視するなんて。ペナルティとして試練を追加しちゃおうかな。それが理由で時間切れになって後で後悔したりすると面白いかも。時間切れ？未来の魂は今も変国のシステムによって深く深く仮想へと沈んでいっておる。前に言ったよね、再生の歯車といって。の魂が物質界で得た全てのもの、記憶などを消し新たな生物の魂として再誕させる機構なんじゃ。魂が再誕されたらもうわしらの力でも未来として蘇りさせることは不可能じゃ。つまりね、未来ちゃんを取り戻したければ魂が歯車に到着する前でないとダメってこと。試練の行き先は未来の魂が漂うルートを選んでおるが、それはあくまでわしらの恩情、わしらの気分次第ということを理解せんとな。勇気に同情しておる余裕なんぞないということじゃ。そんなの私今の勇気を逃がしたこと死ぬほど後悔してる。魂の道である変国の旅路は49日。さて、お姉ちゃん、お姉ちゃんは私じゃなくて他の子を助けるんだね。ほら、お姉ちゃんが私の手を掴んでくれないから、バイバイ。未来！未来！違うの！見捨てたわけじゃないの！未来！未来！お姉ちゃんは、未来のこと一番に考えてるから！だから、お願い、行かないで！セレマ。ありがとう。ごめんね、未来。第2章、復讐の礎。心も頭も整理しましょう。
心も苦しみも私の力に消化してみせる。本は心を解きほぐしてくれます。もっと強くならないと。変化は恐れない。本は心を解きほぐしてくれます。この思い、より強く。本は心を解きほぐしてくれます。この思いで、必ず。本は心を解きほぐしてくれます。この思いで、必ず。少し整理しましょう。思いを束ねて前に。心も頭も整理しましょう。変わることで強くなれるなら、心も頭も整理しましょう。思いを束ねて前に。本は心を解きほぐしてくれます。見ててね、セレマ。私、必ず未来を。おやすみなさい。あまりいい気持ちではないですが、姉ちゃんにも報告しとこう思て。結局上層でアナムネシスは見つからへんかったわ。もっと変国の深い場所へ移動したんやろな。そうですか。ずっとあいつを追い続けてるのに、今まで手がかりすらつかめんかった。そんなあいつが姉ちゃんには姿を見せた。それで姉ちゃんに提案があるんやけど、少しの間うちと一緒に行動せえへん？一度助けていただきましたし、代行者の先輩である心さんが一緒ならですが、私には心さんとは違う目的があるんです。分かってる。妹さんを蘇りさせるんやろ。そのあたりの事情は双子の悪魔から聞いたよ。アナムネシスに襲われたんやってな。でも心配せんでええよ。うちが手伝うだけで。心さんはそれでいいんですか？私を優先したら。うちの願いはレイちゃんとちょっと違っててな。天国を行き来できる権利以上に悪魔たちに望むことはないんよ。この力でアナムネシスを見つけて復讐さえできれば。そういうことでしたら、それじゃあしばらくうちらは仲間や。
の試練を追加しておいたから、その連絡じゃ。それと、心から話は聞いている。次からはあやつも共に試練へ参加するはずじゃ。前に進むんだ。私が頑張らないと。レイちゃん、会いたかったわ。いきなり抱きつかないでください。そのストライクから外れるにはどうすればいいんですか。レイちゃん、二人で何してるの？レイちゃんは僕だけのレイちゃんなのに。ちょい待ち。それは聞き捨てならへん。ええか、可愛い女の子っていうのはな、みんなのものなんや。すごくめんどくさいのですが。それは同感じゃな。それに、のんびり話しておる暇もなさそうじゃ。お主らの戦い、見せてもらおうかな。楽しみ。Yeah.
飲みました。行くで。
魅力的な魂だ。ばっかり来て逃がさへん。せっやっと倒す。これで終わりや。せっやっとふっはって。ばっかり来て。うわあ。心さん、なんや、もうバテたんか。さては文化部やな。うちは大学で空手サークルに入ってたから。まれいちゃんは学校で部活とかしてるん？帰宅部です。幽霊部員でした。マジか。帰宅部に幽霊部員とかあるんか。そもそも学校に行ってなかったので。うちがこんなこと言うのもあれやけど、行けるなら学校は行っておいた方がええよ。うちちょっと事情があって大学を休学せんとあかんようになったから。あの、聞いてもいいですか？休学の理由か。大したことないよ。え、心さん、もしかして結婚してるんですか？ちゃう、籍は入れてへんかったよ。お互いまだ大学生やったし。そろそろ休憩は終わりや。
発進。えい、やった、せいくらえ、ふっ、発進。どうか吹き飛んで、ふっ、はっ。どうか吹き飛んで、えい、やっ。ありがとうございます。安静にな。
くらえ。はっ、くっ、はっ、せっ、や。風、咲かなきゃ。どうか、飛んで。ディオゲネスが警戒しとる。強力な勇気や。
我が主よ、揺るぎない意志を剣に込めよ。みたいやね。私が迷うと未来が悲しみますから。それにしてもこの変国やっぱりそうなんか。レイちゃん、一度戻ろうか。え、急にどうしたんですか？ちょっと気分が悪いだけやから。あ、わかりました。ただいま、セレマ。ココロさん、様子がおかしかったな。私が心配するようなことじゃないのかもしれないけど。心も頭も誰かの声が。もしもし、あの、レイです。もうダメや。心さん、でもレイちゃんが心姉さん大好きって言ってくれたらなんとかなるかもしれへん。全然元気じゃないですか。さあ、言わないですよ。でも心配はしています。ありがとうな。ちょっといろいろと思い出してしもうただけなんや。もう平気やから。また向こうでな。いいことも悪いことも。ニュースアプリの更新。
子の思想があるから、今に。心も頭も整理しましょう。この思い、より強く。本は心を解きほぐしてくれます。この思いで必ず心も頭も整理しましょう。この思い、より強く。心も頭も整理しましょう。前に進むんだ。待っとったよ。心配させてごめんやったな。さ、張り切っていこか。心さん、もしかしてこの場所を知ってるんですか？校舎みたいですけど。そうや、うちが絶賛休学中の篠北大学のキャンパス。正確にはその校舎の概念的な情報を精神世界である変国が写し取って再現したものやな。再現？そんなことがあるんですか？ついでやから教えとこか。勇気の大半は魂を集めることは教えたやろ。よみがえりに必要って聞きましたけど。この変国によるんは勇気も勇者も蝶々みたいなんも全部死んだ魂なんや。メフィスとフェレスは？あの二人はようわからん。悪魔やって自称してるけど、それも本当かどうか。それでな、死者の魂いうんは全部どこかが欠けてるらしいんよ。魂が欠けた状態では蘇りで聖者に戻ることはでけへん。だから自意識の強い勇気は他者の魂を食べることで自分の魂の欠損を埋めとるんや。魂の欠損が埋まって元の状態に戻ったら蘇りできるってことですか？そうや。でもな、欠けてる魂の補修に欠けてる魂を使うんは具合が悪いんや。一番ええのは何やと思う？生きてる人間の魂。正解や。だから力のある勇気は現世から天国へ生きた人間を引きずり込むんや。魂を吸い取るためにな。私と未来もそのせいで。さっきの話なんだけど、聖者を引きずり込むんと一緒にその周辺物質も概念的情報として変国へ流れ込むわけや。こうなる。理解できました。ま、現世の建物に影響はないし、現世に影響を与えられる勇気はごく一部や。アナムネシスに。アナムネシス。さ、わかったら気合い入れていくで。ここに限らず物質界の風景が再現されてる場所っていうのはな、勇気どもの餌場や。前へ。ご入り用は。
またのご利用。目障りです。ふっ、はっせ、いや、甘い。ふっ、はっせ。ふっ、はっせ、いや。えい、やった。せい、くらえ。どうか吹き込んで。風よ、さかなき。どうか吹き込んで。風よ、さかなき。えい、やった。
ふっはっせっやっさまいふっはっせっやっさまいふっはっせっやっさまい。ココロさん、頼みました。行くで。チキンカフェ練習お願い。え、行きます。くだまりやな。待ち、むやみに触れたら。この場所覚えてる？ああ、入学式の日におのぼりさんのお前が道に迷った挙句つまずいて転んだ場所ね。そうそう、あん時は関西から出てきたばっかりで。って、いやちゃうやろ。ここはあんたがうちを呼び出して、っていうかそもそもなんでこけたこと知ってるんや。そりゃ見てたからな。なんやって？お前は気づいてなかったけど、俺はその日からお前のこと気になってたんやで。そうやったんか。って、いやなんで関西弁な？これだけそばにいたら映ってまうやんか。なんかバカにされてるみたいなんやけど。でも、そやな、このままもっと長く一緒やったらええな。まあそうだな。いや、そこはせやなやろ。ありがとうな。なんだ、そんなこと。今の、ココロさん？まさか見たんか？見ました。今の人が、彼氏さんですか？そうや。どうして、ココロさんと彼氏さんの記憶が。それはあんまり言いたない。あ、さき、行こうか。みー風よ、けんか魚け、メルゼルよ、あっ、邪魔して、あっ、邪魔して、邪魔して、悲しみの夜でこそ輝け、涙を露呈して希望の星へ。ハンタッフッハッセッヤッサマイ、えい、やったせい。ふっはっせい、え、力が増してきます。ふっはっふっはっ、えい、やった。風が高まけ、どうか吹き飛んで。ふっはっせい、
もらいたいのかも。話があるって聞いたけど、何かあったのか？うちらそろそろ付き合って1年くらい？ああ、言われてみればそれくらいだな。ここから始まったから、やっぱり言うのはこの場所やと思って。なんだよ、いつもとキャラ違うじゃん。うちらの赤ちゃんができたみたいなんや。え、それって本当か？うん、うちら今学生やけど。キメ、絶対見ての通り、
これが休学の理由やな。そうだったんですね。ナンバは喜んでくれたし、卒業したらすぐ籍を入れる約束までしてたんやけどな。もう気づいてると思うけど、うちの記憶がここにあるんはこの風景ごとうちらが引きずり込まれたからや。うちとナンバとお腹の子供、生き残ったんはうちだけ。二人はうちの前で殺されてアナムネシスにな。だからうちは復讐のために双子の悪魔と契約したんや。この手でアナムネシスに復讐することがうちの願いや。ごめんな、つまらない話してもうて。いえ、心さんの戦う理由を知ることができてよかったです。
風よ、さかまけ、どうか吹き飛んで、どうか吹き飛んで、えい、やった、どうか吹き飛んで。アナムネシスやなくても勇気は一匹たりとも逃がさへん。見つけた、フッハッセッ、フッハッ、フッハッセッ、死ね。風よ、さかまけ、はっ、風よ、さかまけ、悲しみの夜でこそ輝け、涙よ、ルテンシー、希望の星へ、ファンタジェン。何なんだ、何なんだ、心、俺より、カノ、逃げ逃げ、心、なんで、そんな、正直言うとその時のことあんまり覚えてなかったんや。でも一つ確信できた、間違いなくアナムネシスやった。アナムネシスがうちのことかばってくれたナンバと、さすがの心さんも今日は疲れたわ。そうですね、私も一度戻ります。またな、レイちゃん。ただいま、セレマ。セレマはいい子だね。私と同じ年に生まれたから。誰に連絡しましょうか。心さん。なんや、心さんのことが好きすぎて寝られへんか。最近ぐっすり眠れたことはないですが、心さんのことが好きすぎるわけではないです。そやろな、お互いいろいろあったから。うちも少し前まで天国なんてもんに関わるとは思わへんかったわ。心さんは彼氏さんとお子さんの蘇りを願わなかったんですか。うちは無理やったんや。蘇りには魂が必要やけど、二人の魂
うちの目の前で。ええよ。それに今の願いは前に言うた通りや。レイちゃんもアナムネシスのことは許されへんと思うけど。わかりました。絶対にアナムネシスを探し出しましょう。もちろんや。未来ちゃんの魂もな。はい。本はここ。あまりいい気持ちではないですが、たとえどんな試練だとしても失礼しました。ココロさん、レイちゃんか。ごめんな。どうしたんですか、ココロさん。心ここにあらずですけど。大したことやないけど。そやな、ぎゅっと抱きしめてくれたら元気になるかもしれへん。ヘラクレイトス。いや、守護者やなくて。わかりました。特別ですよ。これでいいですか。ココロさん。え、ココロさん。あれ、なんやろ。なんか人ってあったかいんやなって思ったら。ありがとうな、レイちゃん。そろそろ行こか。行きます。ご入り用はない。毎度。またのごり。
仲間です。どうか吹き飛んで。ふっはっ、目障りです。話しとくわ。この間ここでうちの記憶を見たやろ。ええ、断片でしたけど。それから変な夢を見るようになったんや。夢っていうか、ここで見たのと同じ記憶なんやけど、なんか違うんよ。ほとんど一緒なんやけど、うちの記憶とは。夢だからじゃないですか。夢って曖昧なものですし。うちもそうやとは思うんやけど。まあええか、ちょっと気になってただけやし。ごめんな、行こか。
風よ、さかなけ。この一撃で沈んで、えい、やった。えい、やった。せい、記憶でしょうか。ちょうどええ。でも
そやな。このままもっと長く一緒やったらええな。まあそうだな。いやそこはせやなやろ。なんだそんなことでいちいち呼んだのか。電話で済むだろう。それはそうなんやけど。そんなことよりさ、今度の休みに泊まりがけで旅行行こうや。なんか急やな。うちはええけど。決まりな。場所はまあ適当に。また連絡するから。うん。記憶が鮮明になってます。そうみたいやな。他も見つける。え、あ、はい。ご入り用は。またのご利用を。まさか。この場所まで再現されてるとは思えへんか。これって、心さんの記憶で見た。なくてもいいんじゃないですか。不鮮明なままでもいいじゃないですか。心さんが覚えていないなら、それはきっと必要のない記憶なんだと思います。そうかもしれんな。でもこの中にほんの少しでもうちとあの人の赤ちゃんのことが残ってるなら、それだけは絶対に忘れたらあかんことない。話があるって聞いたけど。うちらそろそろ付き合って1年くらい。ああ、言われてみればそれくらいだな。ここから始まったから、やっぱり言うのはこの場所やと思って。なんだよ、いつもとキャラ違うじゃん。あのうちらの赤ちゃんができたみたいなんや。え、それって本当か。本当に。うん、うちら今はまだ学生やけど、どうかな。はあ、勝手に決めんなよ。大体絶対に俺の子だって言えんのか。え、そんなん当たり前やん。まあいいけど、だとしても勝手に話進めんなって言ってんの。何
そんなこと言うん？うちは一緒に喜んでくれるって思ったんだ。それから少し後、うちが休学中の手続きで大学に来た時、アナムネシスに天国へ引きずり込まれたんや。俺を巻き添えにな。その声、嘘。久しぶりだな、心。ナンバさんの魂、アナムネシスに吸収されたんじゃん。ああ、なんだお前。ああ、そうだよ。俺が生きてた頃の名前はナンバ嵐。こいつのせいで死んだけどな。おい心、あの日のこと覚えてるか？俺はあの日休校だった。それなのにお前が子供のことで相談があるとかなんとか言って大学に呼び出したせいで俺はこんなことになったんだよ。うちが？そう、全て全部、何もかもお前が悪い。俺が殺されたのも、お前の腹の子が死んだのもな。うちはそんなつもりじゃ。心さん最高。ずっとこの勘違い女に言ってやりたかったんだよ。あなた最低ですよ。は？お前代行者だろ。自分の願望のために他人の魂を買ってるお前らが。なんだよお前は。ここどこなん？うちら大学に。あら、たったの二人？こんなこともあるのね。二人だけだからたっぷり時間をかけてあげるわね。俺をどうするんだ？食べるのよ、魂を得るためにね。ホカロ、空手やってんだからお前の方が俺より強いだろ。俺はこんなところで死にたくない。頼むよ、俺が逃げるまで俺のために犠牲になってくれよ。何言うてるん？戦えるわけないや、うちのお腹には。あら、二人じゃなかったのね。違うや、この子はまだ生まれても。待て、逃げるな、俺を置いていくな。逃げようとするからだ。まず魂一つ。ひどい、信じられない。ひどいのは母親もだろ。子供の魂が食われてる間にまんまと逃げ延びたんだから。そうやな、その通りや。俺は逃げなかったけどな、アナムネシス様に認めてもらったからな。そのへえ、だから食われんかったんか。俺の魂一つより優秀な俺を使って魂を集めさせた方が効率的だからな。今の俺はもうナンバ嵐じゃない。アナムネシス様からいただいたのはカルネアです。そっか、もう。なあ、お前もこっち来いよ、ココロ。ココロさん。そんな顔せんといて、レイちゃん。なんかな、もういろいろと吹っ切れたわ。
聞いてまえ、ディオゲネス。心、貴様抱いてもらうには間に合っとるんや。心さん、終わらせるで、レイちゃん。はい。俺のために犠牲になってくれよ。魂をいただくぞ。全部突き飛んで。ひざまずけ。ふっ、はっ、せっ、やっ、たまい。はっ、えい、やっ、た、せっ、えい、やっ、た。貫け。どうだ。ふっ、はっ、せっ、やっ、たまい。ふっ、はっ、邪魔で。いい加減、散って。やっしゃ、せいっ、あぁ、ふっ、はっ、せっ、しやっ、ふっ、ふっ、はっ、せっ、しやっ、ふっ、ふっ、はっ、せっ、はっ、えい、やっしゃ、せいくらえ、えい、やっしゃまで、いい加減、散って、えい、やっしゃ、せいくらえ、ハッセッ、いい気になる。主の意のまま。ハッタッ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 ハッ希望の星へ。ファンタ、はい、貫け。えい、やった。風、高まけ。えい、やった。せいくらえ。この一戦に全てをかける。ふっ、はっ、せっ、やったまい。この一戦に全てをかける。えい、やった。せいく、えい、やった。ハッセッキャッサマイ。えい、やった。せいくらんで。えい、やった。せいくらえ。ふっ、ハッセッ。この一撃で沈んで。この一撃で沈んで。ふっ、ハッ。まだ。力が増してきます。入学式の日からうちのこと見ててくれたって言うてたやろ。本当はな、うちも気づいとってん。なんでこんなことになったんやろな。魂がこんなに。ナンバのやつが溜め込んでたんやな。この魂はどうなるんですか。天国のシステム通り流れていくんやろな。どうしたん、迷ったんか。え、もしかしてうちのお腹にいた。あら、今日はこんなにたくさん。アナムネシス、おいで。魂たち、おいしく食べてあげるわ。やめて。お腹いっぱい。これでよみがえりまであと少しね。よみがえり。もうすぐ会えるわ。待っててね。だって
今日はあと2つも魂が手に入るんですもの。こちらのこと上等や。心さん、ダメです。まったく世話の焼ける。まだお主らではかなわぬ相手じゃぞ。心さん、僕たちのものを勝手に壊そうとしたら。天国の管理者、そう身構えなくてもよいぞ。今回は我らの可愛い代行者を連れ帰りに来ただけじゃ。バイバイ。あら、逃げられたわね。それとも私が見逃してもらったのかしら。いいわ、壊したいのはあの子たちじゃないもの。ここは。そうじゃ、危なかったからの、逃がしてやった。たっぷり感謝してほしいな。ありがとうございます。まだまだお主らは弱い。早く成長して我らに心配をかけぬよう頼むぞ。それからいっぱいいっぱい僕たちに貢献してね。ではの。アナムネシスに会ったのに何もできへんかった。ココロさん、なんて心配してくれるレイちゃん、かわいい。やっぱりうちにはレイちゃんやな。あ、ちょっとココロさん、こんな時にやめてくる。お腹いっぱい。これでよ。セレマ、ごめん。第三章、正義の味方。心も頭も。死んだ。だからこそ強くなりたい。少し整理しましょう。誰に連絡しましょうか。心さん、
繋がらない。もしもし、レイちゃん？ごめんな、あれからいろいろと考えたんやけど、レイちゃんとは少しの間一緒に行動しようって決めたやろ。もしよかったらこれからもレイちゃんと一緒にいてもええかな。私は構いませんけど。ほんま？よかった。まあ、いやって言われても勝手についていくけどな。探し回っても見つけられんかったあの女にレイちゃんと一緒にいたら会えたんや。そんなのただの偶然ですよ。それでもええんや。偶然でも運でも神頼みでも悪魔でもアナムネシスに復讐できるんやったらな。まあそういうわけやから、また天国でうちと握手や。握手？新たな試練を追加しておいたから、その連絡じゃ。それと心からの希望で、心のイデアも未来のよみがえりに使ってほしいとのことじゃ。返品は受け付けん。もうおばあちゃんなのにまだまだふさふさだね。あまりいい気持ちではないですが。少し整理しましょう。休養も必要なことですから。